太陽が笑って、月が眠る。そんなおとぎ話みたいな世界。そんな世界の小さな村に、一人の女の子が住んでいました。女の子は、幼い頃に両親を病気で亡くしていましたから、彼らの顔さえ知りません。けれど、女の子は孤独ではありませんでした。女の子には、血のつながった、三人のいとこがいたのです。女の子は、いとこの三兄弟と、四人で暮らしていました。いとこたちの両親もまた、幼い頃に亡くなっていたのです。いとこたちは、グリム三兄弟と呼ばれ、近所でも有名でした。長男は、家長にふさわしい威厳を持っていました。兄弟たちを導くものでもありました。次男は、兄とは反対に、穏やかな性格をしていました。年の近い兄を隣で支え、兄弟たちをまとめていました。兄二人は、錬金術、言語学、生態系の研究、様々な種類の学問に秀でた青年でした。三男は、女の子と年が近く、二人は本物の兄弟のように育ちました。喧嘩をしたかと思えば、すぐに仲直りして、いつだって一緒にいるのが当たり前。確かに、住んでいるところは貧しい小さな村でしたが、50人にも満たない村人が、みんなで助け合い、素朴で平和に暮らしていました。村人たちは、作った工芸品や、わずかばかりの作物を売って、暮らしに必要なものを手に入れていました。村人や、そのまた親たちも、貧しいながらも懸命に畑を耕して生活していました。けれど、その子供たちは、汗水を流して働く親たちを見て、こんな人生を送るのは嫌だ、と嘆くのです。大きな町は、夢や希望に溢れているに違いない。若者たちはそう言って、いつだって村を出ていくことを望んでいました。女の子と遊んでいた近所の子供たちも、大きくなると、一人、また一人と村を出ていきます。けれど、女の子は村が大好きでした。村には何もありませんでしたが、豊かな自然と、女の子を包み込んでくれる家族がいました。いつも、女の子は野山を駆けるか、兄からもらった童話や絵本を読んで過ごしていました。女の子は、絵本や童話が大好きでした。童話には、キラキラと夢が詰まっていて、そしてほんの少し、寂しい現実が混じっているからです。風に吹かれて童話を読んでいるとき、女の子は不意に考えてしまいます。村で結婚して、幸せな家族を作っていく。女の子は、自分は一生村から出ることはない、と思っていました。ここからのお話は、そんな女の子、あなたの物語。気をつけて。